はい。じゃあ、改めましてよろしくお願いします。住野小学校の片岸です。この後のお二人の先生と比べると、随分なんかこう、初歩的な内容になると思うんですけれども、まあ、これぐらいならできそうかなと思ってもらえたら嬉しいなと思いながらお話しさせてもらいます。これは、3月生まれたばかりのうちの息子です。こうか。よいしょ。はい。じゃあ、まず、成績処理ということで、一番まあ成績の中で大変なのが皆さん所見とかこう文で書くものじゃないかなと思います。で、道徳も、文章評価が、聞こえません。音声聞こえてますか？あ、聞こえてますよ。私大丈夫ですね。こえないいう方が今いたけど、あ、聞こえてます聞こえてか？ますね。もしかしたらパソコンの方の設定かなと思います。大丈夫ですよ。聞こえてます。はい。というのがあるのかなと思います。で、道徳なんですけども、もう皆さんよくご存知の道徳のワークシートです。で、これが、もう PDF 化って書いてるんですけども、もうそもそも PDF でおそらく教科書会社から CD かなんかで渡されていると思うので、それをもうそのまま、ロイロにポンと入れ込みました。で、そうして、毎時間授業の中で振り返りを毎回ここに書かせて提出箱に出させるというふうにしています。で、先ほどの鍵本さんの話とすごくシナジーがあるなと思ったのが、これがこの子どもたちが一覧で出したのが分かるということなので、いつどのタイミングの授業ですごくこう価値に迫っていたなということをこう見とれるんじゃないかなと思います。なので、こう毎時間僕がやることはまあこうええなと思うところにこんなふうに線を引いて花丸いうぐらいのことで、最初の頃この右下ぐらいの字だったんですけども、まあ最後の方言ってもあれですけど、2学期中盤ぐらいにはこんぐらい綺麗に書ける子が増えてきましたので、これも継続は力ないというところかなと思います。で、学期末に向けた、まあ、積み立て投資の、まあ、初見のためにというところでもあるんですけども、積み立てが大事かなと思っております。はい。で、こんな感じで貯金していったら、まあ、これは全体のその時間の定数箱なんですけど、まあ、この時間この子が特に良かったなとかいうふうなのを後から見取ることもできます。で、先ほどの、提出一覧で子供の一覧にしてもらったら、その子がいつの授業で一番こういい感じにこう感じていたなとか考えていたないことを見取ることができると思います。はい。で、次に、新聞作りもロイロにしちゃおうということで、これまあ総合とか何かのまとめとかでよく新聞を書かせる活動はあると思うんですけども、まあ日々どっか行ったとか破れたとか、書いているごとにそんなことがあると思います。で、それもロイロにしちゃうと、後で見返した時にも評価もしやすいし、子供たちもストレスなく、先生たちもストレスなくできるよということです。慣れてきたらもう1、2時間でこのぐらいの新聞は子供たち仕上げるように今なっています。あ、ちなみに私5年生の担任をしていますが、3年生の時もできていたので、おそらく、よっぽど低学年でない限りは大丈夫だと思います。はい、次、発表の時とかにこう、パシャッと写真を撮って、そこに即所見風のもう走り書きで構わないのでコメントをつけるようにしています。前まで名簿とかに手書きでこうメモを取ったりしてたんですけども、これいつの場面の評価だったっけっていうことがよくありまして、まあ、自分の記憶力と戦いながら所見を書いていたこともあったんですけど、このように写真で残しておくとすごく思い出しやすくって、所見書くのがすごくはかどりました。もう今学期も所見が終わった、もうちょっとで終わるぐらいなんですけど、本当にサクサクと書くことができます。はい。で、ですね、共有ノートのお話なんですけど、共有ノートで態度を評価するということで、これ、この間ちょっと事前の打ち合わせ会の中で、ああ、なるほど、そういう見方もできるかと思ったことなんですけど、まあ、皆さんご存知かどうかは知りません。僕はこの間のその話を聞いて、あ、そういえばこんなんあったなって思い出したこのグラフ表なんですけど、まあ、自らの学習を調整しようとする側面と、粘り強くやろうとする側面の、この2つが合わさって主体的に学習に取り組む態度を評価できるんじゃないかという、これで、特にですね、この粘り強い取り組みを行おうとするっていう、その粘り強さを粘り強く見る時間がないよっていうのが、今の学校の慌ただしさの現状なんじゃないかなと思うんですけども、そこで、まあ、共有ノートを使って、学習を進めることで、すいません、ちょっと名前のところだけこれ潰してるんですけども、こんな風にお家で、こんなメモ書きみたいなことで、こう、意思の疎通をしたりとか、
こっちの右側のこれ本当は下の方にズドーンとこう倍3倍4倍ぐらい長さが続いてるカードなんですけど、なんか実家製のラインみたいなのを作って、コミュニケーション取りながら、こここうだよねああだよねとか言ってこんなスライドを作ったりとかいう活動をしているグループもありました。はい、それからこんな扱い方ロイロの共有のと面白いなと思ったのが、大胆に大きくこのカードでこのなんか枠を作って、資料とかスライドをまとめてくれている子たちもいて、あなるほどと思いながら、でこの資料とかもこう一個一個見ると名前がこう勝手にロイロの場合ついてくれるので、名前がついてるの見たら、あこの子めっちゃ授業中そんなに喋らんけどすごい活躍、こういう場で活躍してるんやなみたいなのを見とれたりして、面白かったって言うとあれですけど面白かったです。はい、なのでこういつもこうパッと出てきてくれる子とか発表してくれる子をついこっちは態度を丸って言って評価しがちなんですけども、実はそうじゃないところでも頑張っている子が裏で縁の下の力持ち的にやっている子も評価できるっていうのもこの教員ノートの面白みかなと思います。はい、で対話の中でこの学習を調整している様子も見られました。はい、お互いにこうスライドを見合いっこして、お家に持って帰ってですけどスライドを見合いっこして、付け合っていると、よくし合っているという助言し合っている様子が見られました。なんかこんなのもまあ評価の中で取り入れるとより多面的なところから見た評価になるのではないかなと思います。はい、ということで、おしまいでございます。細々と新居浜で頑張っておりますので、またどこかでつながって皆さんと一緒に何か楽しいことできればと思います。片口力丸でした。以上です。